はい、でもなんとか登り切りました。いや、ここあともう降り口ないんですよ、この辺。いや、わかんない、ここからさらに上流の方まで歩けばわかんないけど、あまり日暮れると熊さんとか怖いんで、大したらここ国道ですら熊出るようなところからさらに2時間ぐらい歩いてここですからね。やっぱちょっとねまあそんなこと言ったら、まあ、北海道っていうか北海道に住んでる以上、まあ、クマはどこにでもいるんで、まあ、知らないんですけどね。やばいね。ははは、息切れしてばっかして申し訳ないです。申し訳ないっていうか息切れ動画になっちゃう。何が、あ、そう、はあ、タバコか、タバコ吸おうとしたけど、タバコもライターも車の中だったな。普通の餌仕掛けの車の中だし、いやー、こんな忘れ物だらけでよく言わなっつったもんだな。恐怖映画、新恐怖、恐怖。さっき、あのスキングライダーですね。もうここ、崖なんですよ。あとみんなもう崖ばっか。うん。かろじで、あそこがなんかやぶかき分ければなんとか、急斜面だけど降りれた感じ。あともう一箇所なんかロープ、なんか下げてる場所もあった。いや、でもこれ釣り道具持って腕下がってるからロープでぶら下がったらちょっと危ない気がするね。多分ここで死んでも多分しばらく助けに来ないですね。あ、いや、死んだ状態で助けに来て来られても仕方ないんですけど、発見がしばらくなんか遅れますね。でもこの辺林道だから、なんか林業関係とか工事関係の人が通るのかもわかんないですけどね。あ、こっからも降りれるかなとか一瞬思ったけど無理ですね。もう崖だもんな。ほぼ垂直だもんな。無理だな、無理。あと降りれると本当さっきの藪かき分けるところ以外ちょっと見当たらないですね。あ、さあ壊れる。で、さっきできるだけ上流の方まで行ったんですけど、何せヒップウェーダーなんで、なんだ、太ももの付け根より水が浸水すると思いっきりびしょびしょに出ちゃうんですね。明らかに深かったんで、それ以上先は行かなかったですね。その先行ってたらなんかこの道のどっか降りれるとかあんのかもわかんないけど、でもそのためにまた2時間とか歩いたら本当に日が暮れてクマが出てきちゃうんで断念しましたね。いや、衛星写真とかで見たらもなんかもっとこの辺高さ5メートルとかそんなもんかなと思ったけど全然違う。崖だよ崖。まあ皆さんも、まあ、いつも言ってますが、お互い、まあ、レジャーにはちょっと気をつけましょうね。いや、そういう人もなんかこういう崖にネット張るトビソンとかってすごいよね。マジありえん、うん、すごいっす。ああ、崖だ、あそこで結構イワナさっき釣れたんですけど、もう崖だもんな。こっから俺パーって降りるわけにいかないからね。どう見たって高さ40メートルから50メートルぐらいの高さあるねこれ、うん。まあ、それでも何より、まあ鉄砲水やらクマが出てきたりとかしなくてよかったなと思います。
さっきなんかこの辺くらいからなんか魚見えたのを撮ったやつ、なんか結構でかく見えたんだけど、実際釣ってみるとそんな他みたいに30センチ40センチある感じではなかった。なんだろう、もうちょっと早くればでかいのいたのかな。それでも水面だからで大きく見えたのかな、ちょっとわかんないですね。まあ、熊さん対策でこうやってなんか独り言っていうかなんか動画を撮影しながら歩いてるんですけど、まあまあ、これ動画止めたらまた無口で2時間ぐらい歩くからあんまり対策にならないですよね。まあどこで話を切るべきかわかんないけども切ります。それじゃあ皆さんもまあ、楽しい夏休みをというかレジャーを、まあ、お互いにご安全に。ではグッバイ。